こんばんは。こんばんは。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。で、今日はお家で配信しております。あ、指に隠れる。こんばんは。めかちゃん、お誕生日おめでとう。素敵な一年にしてね。みんなで素敵な一年にできたらいいな。おめでとうだって。ありがとう。こんばんは。おめでとう。復帰自信あったよね。嘘、マジで。ちょっと一人で怖いからやめて。おめでとう。そっちの天気はどうだった？今日ね、晴れだった。暑くて暑くて。え、さっき揺れたのにちょっとやめて。え、待って、怖くなってきた。え、ちょっとママ来んかな。ケーキ食べた。うん、あ、昨日食べたわ。そういえば、おめでとう、ありがとう、みんなおめでとうって。窓がガタガタってなったくらいだよ。ちょっと地震、私ちょっと本当にやばいから。前の鳥取に来た時にね、酔った。もうなんかね、初めて体感した。そう、37分頃。そう、家におったけど。別に0時にリプ送ったけど見ましたか？もちろん見たよ。 TikTok も載せてくれてありがとう。15歳になっちゃった。そう、やりました。何歳だっけ、15歳になりました。あっという間。メカの後ろにメカ、あ、そう、昨日じゃないわ、去年の生誕祭の時にファンの方たち、ファンの一同ちょっと待って、ファンの方から旗をいただいて、のぼりっていうのかな。そっからずっとお家にあります。家でね、自分にビビるっていう。15歳の目標は、15歳の目標は何だろうね。勉強もアイドルも頑張りたいな。新春写真にビクってなった。自分もビクってなった。時計の音でけえ。マジ？え、恥ずかしいけんちょっと言わんといて。いや、もう本当に恥ずかしいがん。触れちゃダメだよ。そのめちゃんもおめでとうだって。ありがとう。 TikTok 見てくれたの嬉しい。もちろん見ます。あ、去年より大人っぽくなったね。嘘、本当？早くコロナが収束してめちゃんに会いたいな。僕もみんなに会えるといいな。早くめちゃんのダンスが早く見たい。うん、メもダンス踊りたいね。家でも踊ったりするけど。おめでとう、梅子だって。ありがとう。この間まだ小学生だった気がしたね。受験生とか信じれん。それな、本当に。今日も可愛いし、今日はね、なんかここに襟がついてる水玉のやつ。テンション低くだって。嘘、家だけんあのリラックスしとんのかな。しつぶてまんじ、昨日も来てくれてありがとう。早くめちゃんに会って名前呼ばれたい。会いたいね、僕も。え、そのアップ、そう。じゃあ引き目に行きまーす。眠いからでは。さっきまで眠かったけど、もう大丈夫。上り大事にしてくれてありがとう。いや、こちらこそありがとうね。おめでとう。それはワンピース違いまーす。なんか普通のやつ。ほら、
昨日が黒だったけん白を着た。なんか着ようって決めてた。ゆかちゃんからリップ来てたね。そう、カラスクさんのゆかさんからリップをいただいてめちゃくちゃ嬉しかった。なんかもう他にもいろんなアイドルさんから直接おめでとうって言ってもらえたり。やっぱハイゴレー気になる。ハイゴレー、これいつも家にいる。家に、家で出会うよいつも。あの初めては、初めての時、初めてはみんなビビってた。15歳になってしまったよ。で今日ずっと家族と話してた。この間まで6年生ですとか言ってたのに、あっという間だよね。でもなんかいろんな人がね、あの祝ってくださって、ツイッターでもたくさんの方が祝ってくださってありがとう。みかちゃんは兄弟は兄が2人います。この前までハイハイしてたのね。このそれはこの前じゃないでしょ、さすがにさすがに青春真っ盛りやん。そうだね、今日、そう、いろんな友達にお誕生日おめでとうって言ってもらえて、あの海を合わせて同じ誕生日のお友達が3人いるんですよ。仲いい子、それもだけん、その子たちとおめでとうって言い合ってた。大牛座かな、大牛座です。マジレスで辛くなってきてたけどそんなごめんって。誕生月はワイと同じ。あ、そうなんだ、5月生まれ。早くまたライブ見たい。いやそうだよね、僕も早くライブしたいな。すごい、こんなぼやぼやしてるけどごめんなさい。なんかここにはあのなんだっけ、あのワンマンの時に、大阪ワンマンの時にファンの皆さんがくださったのかな、そのやつが飾ってあるし、こっちにはフィールさんのポスター、フィールミャンさんのポスターが飾ってあります。パパパパ、みんな今日はどうお過ごしで。動いてる梅ちゃん見えるの幸せすぎた。確かに大阪マンワンマンはさすがのワイも感動した。ワンマン緊張したからね、僕も感動しました、一人でワンマン来たって、今来た、ほん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 。遅くなりましたが15歳おめでとう、ありがとうございます。そうだよね、みんなおめでとうのやつありがとうございます。大阪ワンマンが最後だっけ。ママこんな可愛い子産んでくれてありがとうって笑ってる。そうね、誕生日おめでとう、ありがとうございます。そう、本当に、今日ね一日学校が天国みたいでした。みんながおめでとうって言ってくださるし、くださるだってくれるし、そう、掃除時間、学校の掃除時間の時に学年主任の先生がめっちゃ大きい声で、その先生元から声大きいんだけど、めっちゃ大きい声で、あのすごい美声でね、誕生日を祝ってくれて、恥ずかしかったけどめっちゃ嬉しかった。リモートライブとかできたらいいのに。できたらいいけどな。もう学校始まったんや。始まりました。誕生日プレゼント欲しいものはありますか。みんながそうやって考えてくれるだけで僕はいいかな。誕生日おめでとう、ありがとう。
まだワンマンとか長いライブ見れてないから、今年はワンマンと米子行くのが目標。そうだね、ワンマンしたいね。うん、後ろに人影あって少しびっくりしました。これ僕だよ。いい先生ですね。そう、めっちゃもうめっちゃいい先生。今日暑くなかった。めっちゃ暑かった。体育の時が一番暑かった。誕生日当日に学校あってよかったね。うん、よかったけど、なんか行く前まではなんか緊張しとった。岡山じゃなかった、大阪もまだ学校始まってないからね。そっか、そうだね。本当に学校楽しい。早く会いたいだって。うーん、会えるといいけどね。学校行くのに緊張。うん、なんかたまに緊張する。まだ新しいクラスになってそんなあれが何、日にちが経ってないから。うん、母の人梅か誕生日が続いてるのいいね。うん、昨日にケーキ食べた。松江は学校再開したの。松江どうなんだろう。まだだと思う。確かこちらは学校普通に、うん、でも部活とかは週に2回入れ替わりでみたいな。また全曲ライブ見たいな。そうだね、ライブできたらいいけど。米子は学校も始まっています。クラス替えあるのね。うん、ある。でも仲いい人と同じクラスになったり隣のクラスになったりで安心だった。そっかそっか、3年生になって何日も行ってなかったもんな。そうだね、休校があったから。今日企画あるん？今日はただただお話しするだけかな。来れた、おめでとう、ありがとうございます。すごいね、背景なんか全然違うね。自分じゃないみたい。パンパン、ちょっと待って、あれ、ああそうそう、学校再開してるね。東京はまだまだだな。そうだよね。でも本当に学校は楽しい。起きるのがあれだけど、今日はお風呂でまったりお過ごしですだって。うん、いいんじゃない。お風呂入ったらすぐのぼせるから。お部屋紹介とかできそうなら。いや、ちょっとね、お部屋はね、今汚いから、あれかな、梅ちゃんって米子の人。うん、米子です。たまに出る。パンパン。そう、なんか静かになったらしちゃう。バタフライの衣装がなんだか懐かしい。そうだね。でも今来たら暑いかもしれん。ちょっと髪巻いてる。そう、髪巻いてみた。珍しく。実際15歳になってみた気分はどうだい。そんなでも変わんないかな。お互い写真撮るのにチェキ見返してたら懐かしすぎて会いたくなりました。そうだね、早くライブがあるといいけど。何がいいかな。お部屋はね、ちょっとね、今ね、なんか荒れてる。最近荒れた、ここ2日間くらいで。花火とか、皆さんありがとうございます。ケーキとかすごいね、そういうのあるんだ。部屋が荒れてるの。部屋が荒れてる、物が荒れてる、荒れてるっていうか、なんか置いてあるいろんな物が。今着てるお洋服ってなんていうブランド、なんだろうねこれ、分からん。いつも適当だから。何が主に荒れてる、なんだろうな、なんだろう、服とか、あのドアがちょっと
半開きとかかな。あとは教科書とかがありますね。なんで荒れたの、なんでなんでやろう、なんか分からん。なんか最近なんかなんでだろう、ギリギリになってから動くタイプだから焦って、お部屋はママが片付けてくれてる何ってこと、お部屋はママが片付けてくれてるの。いや、最近は自分で片付けれるようになった。前まではママが片付けてくれとったけどね。教科書落書きだらけ。いや全然、めっちゃ綺麗だよ。でも逆にしない。ドアが半開きってなぜに、なんか閉めたつもりだけど閉まってなかったみたいなかな。じゃあなんかママが触ったら怒るお年頃で、全然ママにやってもらわないとできないから。何しよっかな。なんかそこら辺にポーチがあったから適当に出していく。アイドルとしては完璧なのに私生活は笑って、いやでも最近私生活も多分ちゃんとしとるよ。ダラダラ多めだけど、ここ2日間くらいで汚くなっただけで、物入れすぎちゃう。まあ、それは確かに。メイク道具紹介、そうだね、メイク道具紹介していこう。初めてだよね多分。えでもメイク道具はあれだよ、なんていうんだ、メイク道具だけはなんかいつだって綺麗。15歳って誕生日プレゼントどんなのもらったら嬉しいの。何でも嬉しい。ということでなんかやっていこうかな。なんかそこら辺にあったものからやっていこう。これ鏡ですこんな感じでいいのかな。なんかこれ可愛くないですか。ここあれ、これどうやって開けるんだ。こうやって開けたら鏡になるやつ、めっちゃお姫様みたいで可愛いから、最近って言ってもちょっと前に買いました。お手紙ってどこに送ったらいいの。ラフズかな。ディオール好きなイメージある。確かに多いのかな、多くはないかも。あこれもポーチもディオールのやつで、買ったらあれ買ったらもらえるやつみたいな、ジルの鏡、そうこれのなんか可愛いやつ。これん、これもディオール、これもこれは最近結構使ってるし、これはなんかキラキラになるやつ、なんかすごい色じゃないこれ、オーロラみたいな綺麗な色だったからなんか買いました。今日のリップはこれ、今日のリップはこれですね。何これ、イヴ・サンローランのやつなんですけど、大阪ワンマンの時にママが買ってくれたやつ、マキシマイザーかな。これは何、これマキシマイザー、ディオールアディクトステラーグロス。いやわかんないラメ、あこっちはラメだけど今日使ってるのはこのやつ。これはずっと使ってる、これ一番使ってる、なんかポンポンして使ってる。
ママさすがっす。そう、なんかいい色だった。他にもある、いろいろと。これがなんかプルプルになるやつ。そう、なんかあんまり使わんけど集めちゃう。それであのジュビリーにこれいいよって言って、あの梅が一方的に使わせるだけみたいな。それで喜んでくれたら嬉しいみたいな。その中で一番好きなのある？どれが一番？これとこれ、これとこれかな。これがなんか何にでも合いそうだなみたいな思って、あとこれはただただあれ販売員いやでもなんかリップを集めがちなんだよね多分。あとね、何があるかな、アイシャドウとかはずっとこのやつ。これめっちゃ可愛いよな。 YouTube で見てあの欲しくなって買って、だいたいこれかこのこれなんだこれ、なんかあこれ前もめっちゃ前にツイッター出したやつと、あとなんかこれ本当にすごいの。これさ、こうやって振ったら液になって、出したらなんか粉っぽいやつみたいな。クリオのアイシャドウ可愛いよね。そうこれ本当に可愛い、マジで。あのね、このやつが私は好き。何使ってんだろういつも。なんかここを全部に塗って、でここを二重とかに塗って、でこれをあのどこだ、涙袋の先端っていうか目頭側につけてる。クリオお揃いじゃんだって。やっぱり女性の方はこれがいいのかな。遠征でメイクポーチを忘れたことある？いやないね、ないと思う多分。あの化粧品と衣装と携帯と財布があれば大丈夫みたいだけど、まあ衣装は忘れたことあるけど。アイシャドウって何種類も持ってるもんな。どこにいるかな。ここにもなんかごちゃごちゃしてるけど、いろんなのが入ってる。梅香ちゃんはブルベイエベ、どっちなんだろう。でもこの間ブルーのやつを使ったら合わないから、どちらかと言ったらイエベなのかな。衣装を忘れたらどうなるの？その時は私服でステージに出ました。で次の日ね、遠征先に衣装を届けてきてくださいました、スタッフの方が。化粧にどれくらい時間かけてる？どれくらいだろう。15分とかわかんないね。そんなもんかな。あとはわからぬ。何？そんなもんかな。マスカラはこれ、あれ、このなんかすごい色のマスカラ今日もつけてるんだけど、いい感じにまつげが伸びる。でもこれはライブの時はあんまりつけない。ライブの時は黒のマスカラを塗ってかな。チャレンジしてみたいメイクとかあるの？でも一回あの何だったっけ、量産型みたいなやつがあるらしく、それをやってみたいかなって思うけど、なかなかする機会がなくて。テラコッタピンクかな。テラコッタピンクっていうの？
ぱりあれだね、女性の方ってあれだね、女子力が高いね。皆さん量産型しよう、絶対に。そうしてみたいんだよね。あのここにさ、ここ入れるんでしょ、なんかやってみようかな。量産型ってようわからん、なんか可愛いやつ、可愛いの。でもなんか量産型の人はここになんか線入れてるイメージがある。テラコッタピンク可愛いよね。私も今日フーミーのテラコッタピンク使ってる。そうなんだ、これ何色だ、なんかストロベリーレッドってやつです。地雷系メイクもしてほしい。地雷系、地雷系ってあのあれ、あのなんか黒っぽいやつ、黒ピンクみたいな感じのかな。自分では女子力どのくらいな感じ、いや全然かな。女子力欲しいね。目の下ラメラメにしたり、ラメラメにしたりするんだ。もうここしかあれなんだよね。量産型って流行りメイクのこと、え、なんか目もよくわからんなんだけど、でもなんかネットとかで調べる量産型っていうのはなんかすごい可愛いみたいな、すごい本当に可愛い女の子みたいな、なんかすごい垂れ目で、垂れ目で、でまつげグイーンみたいな感じで、でリップがプルプルみたいなイメージがある。メンバーでは誰が一番女子力高いんだろう、ランちゃんかな多分。いやーどうなんだろう。でも愛花ちゃんはなんか絆創膏とか、あの汗拭きシートとかも持ってるし、ランちゃんも持ってるだけど、自分は持ってない、持っていかないから、いつも貸してもらってるから、ちょっと今年は女子力上げようかなって思ってます。最近よく聞くね、量産型なんとなくわかる。なんか見てすっごい可愛いなって思うけど、なんかよくわかんないんだよね、どうなんだろう。買いましょう。そうだね、汗拭きシートとかを買わなければ。めちゃん女子力アップ宣言。そう、本当に頑張ろうかなって思ってる。絆創膏基準、いや、なんか絆創膏ってなんかめっちゃ女子力高くないですか。私でもハンカチもティッシュもたまにしか持ち歩かないから、基本服となんか服着て携帯持って出たら終わりみたいな。だから本当にかわいい、ハンカチ持ち歩かない。かわいいメイクして僕っていうのありだね。かわいいメイクってなんだろうね。でも自分はピンクブラウンみたいな感じだから、わし本なら高いかも。なんかもう最近の人たちはみんな女子力が高いんだね。いやーマジか、ちょっと頑張ろう。絆創膏ね、今はマスク忘れたらどこ、あ、そう、マスクはつけます。マスクはつける。それおっさんのお出かけと一緒やで、ね、本当にそうだよね。ちょっと頑張ります。頑張らんといけんな、さすがに。じゃあもう多分16歳の誕生日を迎える頃にはきっと女の子になってるかな、多分かな。これ29分だから、あともうちょっとしたら終わります。マスクしたら見えなくなりそう。いや見える。でも普通サイズは無理かな、つけれない多分。めちゃんの中の人はおっさん、それはすごい言われる。1年後には JK やもんね。そう JK なんですよね。なんか想像つかん。
たくこれから特典会で毎回ハンカチプレゼントしようっていいね。多分なってない、なってるって。メイクのアドバイスとかもらったりするメンバーにってことかな。いやメンバーにはあんまりあれだけど、アイカちゃんとかに聞かれたりしたら、それはこうした方が多分いいかなって言ったり、メンバーといつも共有してる。ふーちゃんが JK になる、そうだよね、あと1年後。メイク自己流、自己流なのかな。でも YouTube とか見て、あこういうやり方もあるんだみたいな感じで、そっからは自分で考えてやったりしてるから、たまにめちゃくちゃメイクが濃いまま、濃いままっていうか、めちゃくちゃメイクが濃くてステージに出る時もあるかな。え、梅か JK、 あれ来年 JK になります。今の子は YouTube でメイクを覚えるのか。そう、 YouTube でメイクは覚えられるかな。梅か元気にしてる、してます。あともう少しで終わろうかなと思います。みんなコメントを終わるまであと2分くらいかな。無事に合格したらね。そうだね、まずはお勉強だね。どんな雑誌を参考にするの。ポップティーンとか、ポップティーンはね、最近は買ったりはあんまりしないけど、前はすごい買ってて、あのねポップティーンっていう雑誌の中に、あの鶴島ノアちゃんっていうモデルの子がいるんですけど、めちゃくちゃ可愛い。修学旅行はまだ行けてないのかな、行けてないですね、延期になって。でもそれがあるかなみたいな感じ。あーずっと見てたい、ありがとうございます。ゼロワンのイズちゃんだ。え、そう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 、よく知っとられるね。めっちゃ可愛くないですか。梅が一番今好きかな。え、結構みんな知ってるんだね、イズちゃん。あと同じポップティーンなんですけど、カノンちゃんっていう子も好きです。やっぱりコロナの影響だね。そうだね、そうだよね。これ本当にいつも終わるタイミング失うね。どうすればいいんだろう。もうそろそろいいかな皆さん。あな、でもなんかさっきスクショタイムって言ってた人方がおられるから、スクショタイムってどうすればいいんだろう。イズちゃんかわいい、そうかわいいよね。みんな見てみてください。まとめましょう。どうやってまとめればいいんだ。かわいいポーズ、かわいいポーズ、これは画面に向かってすればいいってことかな。それをみんながするって。でもこれ映った方がいいよね。え、これカメラ、あ、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ポーズがわかんない。むぐちゃんは学校行ってる、行ってます。中学の修学旅行ってどこら辺行くん。関東、関西、九州、関西の方に行きますかな。これで終わりにしましょうかな。そう、皆さん15歳の誕生日祝ってくださって本当にありがとうございました。15歳の目標は、いつ会えるか分からんけど、でもこういう形で皆さんと交流できたらいいなと思っております。ということで35分間見てくださって本当にありがとうございました。またツイキャスができたらその時まで待っててください。酔ってくださって本当にありがとうございました。じゃあ
バイバイ。これどうやって終わるの？バイバイ。